ハンドファーストの意識を持って、手からグリップから動いて、クラブをこのようにヘッドよりグリップの方が動いているような形を作っていると、なんとなくクラブが暴れてタイミングが取れませんというご質問をいただきました。で、大体の方のイメージとしては、どうしても重たいヘッドを振っているような形でスイングしてしまいますので、それを抑制する練習として、グリップからしっかりと動く練習をしていくと、うまくロフトが立ってボールを効率よくエネルギーを伝えて打つことができます。ですが、ゴルフはロフトを開かずにしっかりと維持、もしくは少し立てて当たるような状態でボールに誘導していかなくてはなりませんので、それをするためにもう一つ大事なことは、体とクラブとグリップの関係がアドレスと変わらないような状態で推移させてあげるということが大切になります。ですので、手からいって、このようにテコを使っているような形でクラブを使っている間に、体自体が回転が終わってしまって、クラブや腕がその後まだ動いてしまうという時間が少しできてしまいます。そうすると、クラブが動いている間にゴールにたどり着いた体の回転はダウンスイングに入ろうとしてしまいます。そうすることで、クラブはバックスイング、体はダウンスイングというような形でタイミングが間延びしていってしまいます。で、そうすることでどうなるかというと、短いクラブだったらある程度打てる、だけど長いクラブになるとなんかおかしな感じになってしまうというような現象が起こってしまったり、まあ、その逆が起こってしまったりということになってしまいます。ですので、グリップを動かして積極的にヘッドを振らずに打っていくということは大切なのですが、体とグリップの動くタイミングが一緒であるということも大切になります。そのために何をしなければいけないかというと、この腕とクラブの運動をなるべく短くしなくてはなりません。ですので、バックスイングもグリップからは動いていくのですが、あまり遠心力をこのようにかけるようなイメージで上げていくというよりは、グリップから動いてそのまま短いところを手が通っていくということが大切になります。で、その時に大切になるのが肘になります。ゴルフクラブというのはアドレスした時点でこのように少し腕とシャフトの角度がついていますので、コックというか手首の角度はある程度出来上がっています。ですので、そこからコックという概念がありますが、この角度をあまり意識的には変える必要はありません。この角度ができているので、そのまま肘などを曲げて、クラブがこのように地球に垂直に近いようなところまで立っていれば、クラブの形としては十分ですので、曲げるのは主に肘だけを曲げてクラブを立てることができれば、このように外回りが大きいスイングになってしまいますと、腕を一旦遠くに出す、そして伸ばす、そして曲げる、そして最後手首などのように順番が多くなってしまって、体のモーションは1でしかないので、それに対して腕が1、肘が2、手首が3のような形で動いてしまうと、圧倒的に体の回転に対して腕の動きが多くなってしまいます。ですので、なるべく腕は肘だけを曲げているような形をとっていただいて、バックスイングをして腰と肩の関係が合うようなスイングを練習していただくことが大切になります。このように間延びしてしまうとタイミングができて、練習をしてタイミングを測らなくてはなりません。ですので、なるべくコックという考え方としては、最初からこの角度ができているので、あとは肘だけを曲げて、ある程度まっすぐ垂直に近い状態に立てるということだけ考えて、体の回転に遅れないスイングを作っていただくということがまず大切になりますので、注意して練習してみてください。バックスイングも体重はある程度、ゴルフというのは右に乗っているような形で構えていますので、自然と右足に少し体重が乗っているような形になります。で、そのため、しっかりと右に少し舵をかけてあげれば、もう右体重は完了していますので、そこで体を右に向けていくということが大切になります。で、それがグリップをやろうとして、おそらく体が流れすぎた後に回そうとすると、これも
時間がバックスイングの時間が多くなってしまう要因になってしまいますので、なるべくこの体重が乗ったところの一本に体が揃っていて、そこで右サイドが後ろにすべてどいているような形をとっていただくと、少しバックスイングが間延びしたようなバックスイングを減らすことができると思います。よく最後に頭の位置が少しこのように倒れがちになってしまう人も、バックスイングが遠くに上げてしまうことで、その返ってきた反動で体が倒れてしまいますので、そのまま少し最初の初動でもう右に乗っているのが確認できたら、そのまま右が腰だったり右膝だったり右肩右肘などをそのまま後ろに真後ろにどかしているような形でバックスイングしていただくことで、この横回りの大きいスイングがなくなってきますので、乗ったらすぐ右側が後ろに引けているような状態を取ってもらってバックスイングできると良いのではないかと思います。そして右サイドを引いていくことで、すぐ引いたところがトップになりますので、バックスイングも後ろに上がりすぎずに、この時間がかかりにくくなります。ですのでバックスイングをなるべく乗ったら後ろに引いているような形でトップを作っていただいて、早い段階で手の形が出来上がるように意識して練習していただければと思います。腕がしっかりと右サイドが引けて、しっかりと小さな後ろに行かないトップが出来上がったとしたら、その中で体の向きは最大にしておきたいです。で、主に最大にしておきたいのは下半身の動きです。上半身がねじれてしまいますと、せっかく体を回していても上半身と下半身のズレが大きいと、クラブがいろんな方向に流れやすくなってバランスを崩しやすくなってしまいます。ですので、なるべく下半身の方を回しているような形をこの腕ができている間に作ることを気をつけてみてください。で、その時のは回っている角度なのですが、ポケットにこのように手を入れていただいて、手の両方がこうこのように見えている状態までしっかりと足を右向きにしてもらえると良いのではないかと思います。意外と足の形としてはこのように膝が前に出て残る形になってしまいますので、このように前後関係でただこう左を前に出して右を引いているような形にすると、感覚としてはすごく回しているような形になるのですが、かなり引っ張り合いがあって意外と骨盤の動きは止まっているような形になってしまいます。ですのでポケットに手を入れていただいて、両手の甲がもう真後ろに見えるぐらい、このポケットの位置が見えるぐらいの位置まで太ももと膝ごと全部右向きに後ろ向きにしていただければ良いのではないかと思います。この足の向きが前を向いたまま腰を回そうとするのはかなり筋力という柔軟性が必要になってしまいますので、足の向きから全てを向けていただくと体全体が右を向きやすくなるので、そこを注意していただいて練習していただければ楽に体の向きが右を向いてくるのではないかと思います。筋力ではないので軽く力を抜いて右を向いていくようにすると、意外と楽に右を向いて体が回っている状態を作れますので、そこでトップを作って大きくなってしまうような動きを抑制できるように注意しながら練習してみてください。次にバックスイングのイメージなのですが、バックスイングはどうしてもこの自分の右側の空間にクラブを上げているっていうような感覚があります。ですがクラブが右へ行くのは1種類しかなくて、自分が右側に向いてクラブ自体が単純にこの右側の領域に来ているだけになります。それをそれプラス自分で右にやってしまう動作というのは、結果的に後ろに行ってしまうような動きになります。ですので自分ではこの右側の広い範囲にはクラブは絶対行かせてないような意識を持ってクラブを誘導していくことが大切になります。そうすることでクラブヘッド自体の運動を少なくすることができます。こちらに一度右に行ってしまうと、右に1メートル、上に上がるのに1メートルで、コックで70センチのような形で運動量がヘッドだけ大きくなってしまいます。ですのでこの体の右側の
領域をなるべく侵食しないような形で、そのままアドレスのこの地面にある位置から自分がトップだと思うような、ここではクラブが垂直のあたりにしますが、この垂直のあたりに向かってなるべく直線的に上がっていくようなイメージを持ってバックスイングのイメージを作っていただくと、こういう振れ幅がなくなってきますので、もうアドレスの位置からトップの位置まで直線的にワープしていくような、今までの感覚よりはワープしていくような形でスイングを、バックスイングを完了してあげると、体が回ってるタイミングとトップにヘッドが行くタイミングが合いやすくなってきます。このように遠回りしていて体の回転と合わせようとすると、必ず最後にコックで調整しなくてはなりませんので、コックで調整すると必ずヘッドの重みというのは負荷が増してしまいますので、その重さや長さによってタイミングがまちまちになって、かなり個人的なタイミングの打ち方になりやすいです。ですので、なるべくアドレスからトップの位置決めたところまで、なるべくヘッドはまっすぐ上がっていくようなイメージを少し持っていただくと、バックスイングの道のりが短くなりますので、ダウンスイングまでの手前のトップを作るのに、早い段階で体がトップになって作ることができます。で、結果的には体が後ろを向いていますので、クラブの映像としてはこの右側に映っているような形になりますが、自分自身ではこちらの右側にクラブが映らないような意識を持って練習していただければ、バックスイングがコンパクトになってくるのではないかと思います。練習場にこのように鏡の練習器具があります。で、このような時に自分が映っていて、クラブもこのようにイメージとしてはヘッドが映っていますので、このヘッドにが映っているヘッドをなるべくこの鏡から外に出さずに、自分の方に上げて、この自分ではトップと思われるこの形のところに向かって、なるべく右上げるコックというよりは、そのまま後ろ側に上げてって、鏡の中にクラブが映っているような形のバックスイングのイメージで上げてもらえると、トップまでの時間が短くなってコンパクトなトップを作って、なおかつ体の向きはしっかりとワイドに取れますので、手はコンパクトでリラックスしていても体はしっかり回っているというようなトップができますので、そのようなイメージを持ってバックスイングをして、右に上げて縦に上げる、縦に上げてコックを入れるというと、順番が3通りできてしまって、体の回すのが1通りなので間に合わなくなってしまいます。ですので、この位置にまっすぐ映像から出ないような上げ方をして、直線的にグリップもクラブもトップの位置に行く、その間に体をしっかりと後ろに向けるという形でやっていただくと、うまくバックスイングが取れると思いますので、そのようなイメージでトップを作って、そのまま打撃してあげるような形で練習していただくと、うまくバックスイングからダウンスイングへの形が出来上がってくると思いますので、そこを注意して練習していただければ良いのではないかと思います。次に実際のワープバックスイングのイメージで上げていく場合に、家の壁などを利用してクラブを上げていく練習をしましょう。で、意外と皆さん回してから上げていくというイメージがありますので、必ず壁にこのように当たってしまうようなバックスイングのイメージがあります。で、この回っているのと上がっているのが同じタイミングで上がっていかないと、今のように壁にクラブがぶつかってしまいますので、なるべくこの狭い領域の中でクラブがトップの位置にまっすぐ立っているようなイメージのバックスイングのイメージをこのドリルで少し動かして訓練していくということが大切になります。で、重要なポイントはグリップが体から離れないように動かしていくような肘の曲げを意識していくことが大切になります。で、その時にあまり手首でこのようにクラブを立てようとすると、横から見るとクラブが円運動しているような形になってしまいますので、
なるべくこのクラブヘッドがまっすぐに近いような直線上動くようなイメージの上げ方を意識しながら、この狭い空間にクラブを上げていくようなイメージで、何回も当たらないようなイメージを少しつけて、あとは自然に自分のバックスイングと少し混ざるような形でクラブを上げて打てるようにしていただくことで、しっかりとした時間の短いバックスイングができて、ダウンスイングの入りがスムーズになってきますので、ぜひ壁の近くで、少し壁を気をつけながらバックスイングを心がけて、なるべく最短で短い、腕の動きでバックスイングをしっかりと作っていただくということを、練習してみてください。ご質問などありましたらコメント欄にお願いいたします。今日もありがとうございました。次にグリップの位置と肘の位置の関係についてです。グリップもこのアドレスをしているような状態から、そのまま真後ろのトップのこの腕相撲をしたらちょうど力が一番入るこの位置に最短でクラブを移動していけるような上げ方をしたいです。ですので動きとしてはかなりアドレスがある位置と腕相撲が力が入るトップの位置と一直線に動けるような形がいいです。でその時にこの形を作るにはどうしたらいいかというと、ある程度グリップの位置が自分のイメージでは多分おそらく右側の領域の人が多いので、手が後ろにまっすぐ動いているような形をイメージしてしまいますが、そのままトップの自分がトップであろう位置に後ろにまっすぐ動いているような意識が必要になります。でそれと当分に肘の位置もまっすぐ動かしたいので、ここで練習なのですが、肘をこの後ろのある程度靴一足か半足分ぐらい開けていただいた領域に立っていただいて、肘を壁に軽く当てる練習をしてみてください。でそれができるようになったら、手の位置というのは腕相撲をするような形の角度になると思いますので、クラブを持って同じような形で後ろの壁に向かって肘を当てていただくということが大切になります。でクラブを当てていただくと、肘を当てていただくとクラブがこちら側に倒れにくくなりますので、クラブも垂直に立つような状態が出来上がります。でなおかつまっすぐクラブも動かしやすくなって、しっかりと短いバックスイングができます。ですので肘を気をつけながら肘を当ててクラブを狭い範囲の中で立てられるように気をつけながらトップを作っていただく練習をしていただくと、バックスイングのヘッドの道のり、そしてバックスイングの腕の道のりが短くなりますので、体の回転と合いやすくなって、しっかりとした短い距離でボールに対して強く叩けるトップができますので、その辺をイメージしながら練習していただければ、コンパクトななおかつ体を使ったトップが作れると思いますので、注意して練習してみてください。わからないことはコメント欄によろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。短い距離でバックスイングができてトップができたら、そこから今度はダウンスイングについてです。ダウンスイングもワープダウンスイングじゃないですけど、かなり短いところでクラブが動いていくことで、ダウンスイングが体の近くにクラブがこの距離が離れずに進んでいくことでボールに当てられるようになってくると、体の回転に対してクラブが動く時間と腕が動く動きが小さくなりますので、体と合いやすい効能が出てきます。でそこで一番最初にダウンスイングで気をつけるときに注意したいところが、左腕をしっかりと近いところに、体の胸やお腹に近いところにしっかりと動かしていくということが大切になります。でそうすることでクラブが立ったまま体の近くを動いていくことができますので、なるべくこの皆さん左肩だったり左腰が稼働して、このように体が手から離れる動作を誘発してしまいますが、なるべくこの手が動いていく、手やこのクラブを一番持っている近いところが移動していく感覚を持って最初にスタートしていただく必要があります。そして何に注意したいかというと、なるべくこの
トップで作った懐、この腕の輪っかの中にクラブのこのシャフトとヘッドを入れたまま、なるべくクラブが動いていくような状態が必要ですね。この輪っかの中にずっとシャフトが入っているような、本当に近いところを通しているような形でダウンスイングしてあげると、体の回転と合って振り遅れの少ないダウンスイングになりますので、そのような形で打っていただくことが大切になりますので、なるべく左腕を動かしながら、体より先にクラブが出てきて立ったままボールに対して当たるような意識を持って練習していただければ良いのではないかと思います。ご質問はコメント欄によろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。そしてダウンスイングで、この体の幅の中に近いまま、シャフトが近いまま下ろしていったら、その近い中でなるべく右肘や右腕をこの懐の下半身のこの股関節のあたりまで右腕を潜り込ませるような形で腕が伸びてくると、ほとんどその伸びでボールにクラブが届きやすくなってしまいますので、その動きを覚えられるようにすると良いと思います。ところがこうできている左腕が柔らかく近く左腕の方に、そして左方向に動いている間に、右はそれを補助してあげるような形でどん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 腕を伸ばしながら下に向かって、そして斜め、グリップを左の体の方に向かって押さえ込んであげることで、クラブがこのように折りやすくなりますので、そのようなイメージでクラブ手元をしっかりと押さえ込んで前に出してあげるような形で、上に向かってインパクトすることができます。ですので、しっかりと左腕は楽にして緩ませたまま懐を作って進む、その間に肘が上がって腕相撲の形で、強くなっている右腕をそのまま体の中に潜り込ませてあげるような形で、しっかりとリラックスして伸ばしてあげるという動作をしていただけると、しっかりと上から、そしてなおかつボールに対しては内側からしっかりとヒットできますので、力が伝わりやすいインパクトになります。その辺を練習していただければと思います。質問はコメント欄にお願いいたします。本日もありがとうございました。そしてインパクトからフォロースルーにかけてです。インパクトからフォロースルーにかけて、一番大事なことはこの右手の角度だったり手首の角度が維持されたままスイングしていくというのがあります。ですので、遠心力がかかったりするとやはりなんとなくフォローというのは適当になってしまうというか、なだらかにもうその自然の動きに任せたくなってしまいます。で、結果論で言えばもう任せているような形なので、ある程度遠心力がかかり始めてしまったら、結果というのはそのままフォローに出てしまいますので、振られたような結果にはなってしまいます。ですが、ゴルフクラブには角度がありますので、その角度維持をキープすることが最重要になりますので、なるべく手首の角度は維持したままフィニッシュを取れるような練習を常日頃気をつけておく必要があります。そしてこの手首の角度が狭まっているということは、体自体の角度も前に出ていきませんので、この角度が広がれば広がるほど体は回ってしまいますので、なるべくこの手首の角度はずっと維持したままフィニッシュする癖をつけておくということが、正確な打撃を生むためには必要になるのではないかと思います。ですので、ここに今ワイヤーが目の前にあるのですが、以前の動画とかでもあったのですが、ネットの前で止めて、このようにボールを打った後ネットの前で打っていただくというのがあったように、なるべく角度維持をしたままフィニッシュを取って、このグリップ、手の位置よりヘッドが後ろに残っているような形でスイングを心がけていただくということが大切になります。どうしてもヘッドを振ってしまうと、このようにネットにクラブヘッドが先に到達してしまいますが、グリップから入って角度を維持できていれば、このようにネットのあたりにヘッドが行かずにボールを打つことができます。その癖をフルショットであってもなるべく作ってあげて、スイングできるように心がけていただいた方が、打撃としてはエネルギーが、ロフトが崩れずに打つことができますので、その辺を注意しながら
練習していただけると、ロフト維持がしっかりと管理されたスイングができやすいので、その辺を注意しながら練習してみてください。ご質問はコメント欄にお願いいたします。本日もありがとうございました。ゴルフクラブを短く、なるべく最短で動かしていくには、横の向きでこう近いところにそのままヘッドが上がっていくようなイメージを持つということが大切になりますというお話をいたしました。で、後ろのスイングプレーンのようなイメージでも一緒なんですが、なんとなくこの斜めのシャフトのライン上に上がっていったクラブがトップに収まっているというような意識を持つことが多いと思います。ですが、このように斜めをずっと円のように描いてしまいますと、円の道のりはやはり長めになってしまいますので、体とのタイミングが難しくなってしまいます。ですので、単純にもうアドレスからトップの位置までまっすぐ上がっていくようなイメージを持ってスイングすることが大切になります。で、ゴルフクラブの効能としても、このシャフトのこの傾いているこの斜めのこのライン、このラインよりは上に抜けていくような形にしないと重力の力を加算することができませんので、そのまま斜めに上げていってしまいますと、このヘッドの重さが必ず下方向側に動きやすくなってしまう構造にありますので、このシャフトの斜めよりは上に上に推移させてあげた方が体には負担がなく、楽にクラブを下ろしていくことができます。そこで、あくまでイメージなのですが、このような紐をつけてスイングすると分かるのですが、このような形で紐が後ろにこのように引っ張って遠心力で振っているような形になってしまいますので、かなり無理が生じてしまいます。というよりは、このヘッドが近い位置をずっと推移してスイングするようなイメージを持って練習していただければ、ヘッドの運動量も比較的少ないので、フィニッシュもこのように左にこう振っていくというよりは、そのまま前の状態でスイングできるような形をとって練習していただければ、スイング軌道のイメージも最短で振れるような形になると思います。ですので、クラブヘッドもあまりフォローでは、手首の角度を維持したままそのまま抜いているような感覚を持ってスイングしていただければ良いと思います。この紐ちょっと危ないので、あまりこういう練習はあれなのですが、イメージとしてはそのようなヘッドの動きをしているというような考え方で練習していただければ分かりやすいのではないかと思います。ご質問はコメント欄にお願いします。本日もありがとうございました。